っかでカタカタ音がする。あ、いたいたいた、君久しぶりに会った。よし、待てよ、もうここ最後のとこだ。間違いないわ、はい、ドアがない、なくなってる、なくなってるわ。やばい、あれなんだわ、もうこれさ、あれ嫌な予感したんだけど、進むじゃん。アイテムボックスある、ある、あ、これこれ、あ、おばあちゃん、あ、おばあちゃん、え、もしかしてさ、おばあちゃんがエプリンってこと？なんかほら、劣化が始まったってそういうこと？細胞劣化っていうか、早く年取っちゃうってこと？それとも元からもうこの年代だったってこと？頑張って幼女の姿をしてたってこと？あ、アイテムボックスさん、もうこれ最後でしょ。もうだって持ってるもの、これをこんな装備で大丈夫か？ちょ、マグナムさん連れてこないと。これここもう最初のとこだもの。階層見たくなってるもの。わおわおわお。懐かしい。懐かしい。ま、真っ白くてここあれですわ。命の母のところですわ。わーわーわー、真っ白。ミアがいる。ミアをやっちまった時だ。えい、びっくりした。全部お前のせいなんだ。なんだって？これは幻覚か。あ、開いた。ここら辺にそっとアイテムボックスさんはありませんか？ないよ、ないよ、マグナムさん、マグナムさん、まさか使えないまま終わるんじゃ。あ、どっかになかったっけ、ダメかな。懐かしい。でもエブリの方行かなかったけど、あ、なんかちょっと変わってんね、いろいろ行けなくされてる。素直にエブリンのとこ行けって、待っててくれた？うえー、びっくりした。大丈夫、私を傷つけるつもりはなかったんです。そいつを殺してな。こうやって操ってたね。あ、ミアはまた、ミアが鬼を。お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。そうやって操られたのね。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。ほほ、真っ白。待ちたまえよ、ここら辺とか。笑い声聞こえる。これもう開けられない。もう開けたくはないんだけど。懐かしいな、最初の頃に戻る感じで。開いた。お前も家族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。ほほ、俺は本気だ。あ、やめろ、私に近づくな。気づいた？いやーいやーいやー、痛い。やばいやばい、やられるやられる。私が止めるしかないの。痛い痛い痛い。何が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 。あそこに大きいお人形さんもあるし。待って、どこ？懐かしの。やばいやばい、揺れてきた。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、ちょっと眩しいかと思って。
あの少し色落としました、明るさを。こんな感じ、せっかく最後だから見えないの嫌かと思って。ふう、倒すぜ。なになになに、お前にわかるもん。痛い痛い痛い、撃てばいい、当たってない、なんか衝撃波みたいの。あ、近づくなってこと。危ない、やば、食らう。待ってね、私に構わないでよ。やば、食らってんな。お前にわかるもん。痛い痛い痛い、やられた、やられた。ちょっと待って、やり直す。ここからやらない、びっくりした。撃つには攻撃を防ぎつつ前進するしかない。ほうほう。私に難しすぎるんですけど、これ私にはできないかもしれない。これ一番難しいんだけど。お前に分かるもんか。死んじゃわない？私に近づくな。死んじゃわない？あっち行け。死んじゃうけど。進めるさ量よりもさ下がる方がでかくて、お前に分かるもんか。進めないちっとも。私に近づくな。いやずっとさ方向キーを押してるんだけどね。一番難しいこれ。私に構わないでよ。ちょっと待って、待って、こうどうやってやんの。やってるよちゃんと。この作戦しかない。近づくんじゃない。ひょって走る。お前に分かるもんか。走った。いや、やめて。いや、ここにも入れなかったらもう近寄れなかった。もうそれ以上近づくな。やめろやめろやめろ。よし、分かった分かった、落ち着いて。いやだ。よし、いやだやだやだ。手間をかけさせて、かわいそう。かわいそうな気もする。かれこれ30分ぐらいここやって。はぁ、どうしてみんな私を嫌うの。やっぱおばあちゃんになっちゃった。かわいそうだけれども。やめてください、最後で。今疲れてるんです。やばいやばい、絶対これで終わりじゃないですか。マグナムさん、マグナムさん、一緒にいないマグナムさんが。もう今エブリンの30分やって疲れました。なになになに、弾変えてる、これ。これ何弾入ってる、ダメ、弾変えて。これだ。え、なんか目、目、殺される殺される。助けて助けて。やばい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 、やられるやられるやられる、怖い、食われる、どうしたら、痛い、やばいやばい、痛い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 、どうなってる、助けて助けて助けてください。死んだ。あ、ヘリ来た。やったか、やってない、絶対やってないぞ。イーサン起きて、イーサン起きて、でかい、なになに、やばいやばいやばい、やられる、やばいやばいやばい、弾弾弾弾弾弾弾。痛い痛い、許して、やば、殺される、俺だよ俺、どこどこ向いてる、かかかかかか、痛い痛い、さあさあ持ってかれる、助けて、やばいやばい、やられる、即死、何やられる、まだやってる、
まだやられてない。頑張れ頑張れ。いけ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 。よし。危ない。マグナムさんいないけど、なんかある。何あれ。いけ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 。どうにかあれをゲットして。それを使え。それを使えって。これ。それ何？マグナムさん？え？ロケランさんじゃない。最後。見えない。え？やったか？ほら。やったか？ライオンみたい。やったか？やった！やったった！でもかわいそう、ちょっとエブリン。なんか実験されてたちっちゃい子なんだよね、多分。それとも体を子供にしてただけで、やっぱ年は取ってたのかな。何十年も生きてた？あの、なんだっけ、リサちゃん。リサちゃんだっけ？トレバーの娘。みたく。降りてきた。誰じゃ？どこ？この人たちは。誰？すごい、ガスマスクつけてる。どちら様？お、レッドフィールドだ。レッドフィールドさん、無事でよかった。クリス？クリス？ずいぶん遅かったじゃないか。え、どういうこと？ちょっと待って、今のはとりあえずクリスで、ずいぶん遅かったじゃないかってどういうこと？あ、Eさんもこっちのグループだったのかな。Eさん、あ、ミア、助かったの。あ、ミヤがあの強化液入れてる体に。あっちか。純粋にあの強化パックを入れてるのかと思った。薬液強。助かった。あれ、ゾイたちはやっぱ助からないの？どんなに暗い夜もいつかは明ける。ほうほう。ようやく夜明けが訪れた。気が遠くなるほど長い夜だった。本当に苦しめられたのは俺とミヤだけじゃない。ベーカー家もそうだ。あの化け物エブリンに変えられてしまった。あ、だがあいつはもういない。アンブレラさんじゃないの？後のことは彼らに任せればいい。青いけど俺はミヤを失ったと思っていた。だが彼女は戻り、全てを乗り越え歩み出そうとしている。ここから新しい日が始まる。ヘリコプターですか？大丈夫でしょうか？終わった！終わったけどいっぱい謎が残った。なんか怖いの始まったんだけど。なんだって？あ、まさかおしゃれなスタッフロール。ほほ。終わった。あ、これ実写の子たちかな。終わりました。なんておしゃれなエンディング。え、ちょっと待って。でもあの最後さ、迎えに来たのが年取ったクリス で遅かったじゃないかってことは、来るって分かってたってこと？ E さんはクリスの知り合い、または同じチームで、もともと E さんもやっぱ一般人じゃなかったのかな、銃とか撃てたから。
誰？グラサンかけてるけれども、おほ、あ、で、ミアはミアで違う組織なのかな。うぅ、無視やめてください、唐突に。おほ、なんか謎がいっぱい残った。なんかでもただ単にあのエブリンかわいそうだなってなったね。やっぱちっちゃい子だからそう思っちゃうのかね。やめて、ザリガニ、虫。ところどころに実写出してくる。おしゃれ。おしゃれだけど。終わってしまった。このスタッフロールが気になりすぎて目が離せないから。でもエブリンはこうやってずっと実験されたんだもんね。あ、で、あの早くおばあちゃんになっちゃったってことが、あ、普通の出てきた。終わりました、皆様。なんとかこれで一応本編クリア。マグナムさん。マグナムさん使う間もなく。やっぱ嫌な予感がしたんだよね。あの最後のところに。あの、セーブだけあって、アイテムボックスないと思って。ふぅ。まあ、いっか。クリアできたから。マシンガンさんのおかげで。いや、なんか一人称否定のゲームってすごい、ほとんどやったことないから、すごい新鮮で面白かった。あっという間に終わった感じ。ちょっと最後のエブリンところ本当に30分ぐらいやったんだけどね。なんか出だしダッシュしないとどんどん押し返されちゃってさ、あの近づけなくってそれをなんか生みだ、なんか編み出すまでにちょっと時間がかかった。でも楽しかった。すごい怖かったしね。なんか久々って言ったらまあ失礼かもしれないけど、いつもさ最後の方ってなんか慣れてきちゃって武器とか強くなって、あの怖くなくなっちゃう時もあるんだよね。なんだけど、あのこれはちゃんと最後まですごい怖かった。いつ出てくるかってびっくりしたし、ドキドキハラハラという感じで。なんかでも敵がさ、あの黒いやつはそうだけど、あのなんか人間でお父さんとかが普通に襲ってくる方が怖かったね、あの黒いやつより。しかもなんか不死身でちょっとみんな頭もおかしいし。あ、ルーカスどうなったんだろう。なんかルーカスはどっかとなんか連絡取ってエブリンに支配されてるふりをしてたから、一応は普通なんだよね。多分頭はおかしいから、あのなんかさらってきた人たち、あのゲームやってたのは素でやってたってことだよね、多分。元からあの性質というか、ああいう精神で生きてた人だよね、多分ルーカスは。やばいやつってことで。それもどうなったのか分かんないね。8に続くのかな。あ、あれがあるか。なんかあの、なんだっけ、ダウンロードコンテンツみたいのも多分これまとめて売ってたパック買ったはずだから、多分はい、そこで分かるかな。それを多分これの後にやろうかな。面白かった、ナナ。なんかみんながさ、あの早くバイオナナ見たいなって書いてくれた人いっぱいいて、私もそんな楽しいゲームなのかと思ってすごい期待してたけど、期待通り面白かった。ふう。ただ怖いけどね。ただ結構意外だったのが、そんなに酔わなかった。私があの画面酔いするかなって思ったんだけど、なんかあの常にさ、あのナイフを手に持ってて、その先っぽに視点合わさってるから良かったのかもしんない。あの視線がぶれなくって、そこばっか見てたから。ナイフの先しか見てないから。おかげであんま酔わずに。やっぱあのぐるぐる回っちゃうとちょっと酔ったりするけどね。それ以外は全然大丈夫だった。ふう、楽しかった。寂しいな、終わっちゃったね。あとアイテムも溜め込んでしまったぜ。結局グレネードランチャーさんも最後撃たないまま終わってしまったね。
よかった、あのお父さんとこでぶっ放しといて。さあ、この後はじゃあダウンロードコンテンツをどうしようかな。今日ダウンロードコンテンツどれぐらいあるんだろう。1個自体が全然何の知識も持たないままダウンロードしてきたけど、なんかあれかな、あの前のなんだっけ、リベレーションズ2のダウンロードとかと一緒で1時間ぐらいでできるやつかな、1個。それなら今日やっちゃいたいけど、あとで覗いてみよう。セーブできるかな。いいところでもしかしたら夫が帰ってきちゃうかも。今4時、今日はただの会議だから、本社会議だから夕方、あでもご飯食べて帰ってきてくれるって言ってたから、そうだね、7時ぐらいかな。また3時間ぐらいあるから、なんとかなるかな。まだまだゲームやれそうな元気残ってるよ。なんかずっと喋ってたら喉痛いのも麻痺してきた。なんか温まって、一旦お茶飲んで。あーでもバイオのあれ8楽しみだね。プレステ5で出るんだっけ。あみんなは買うのかな。なんかプレステ5結局あのなんだっけ、予約応募みたいの入れなくて、多分しばらくは買えないからね。まあ、そもそもあの基本ゲームは Steam でしかやらないから、 Steam で出るまで待ってるけど、あとこのバイオも一応7で一区切りにしようかなって思ってて、なんだっけあのリメイクだっけ、リメイクの2と3はいつかやりたいなとは思ってるけど、もうちょっと間空けてからにしようかな。あとなんか誰かが書いてくれたなんだっけ、アウトブレイクだっけみたいなゲームも手に入ったらやろうかな、どっかで。ちょっとあの他にやりたいゲームいっぱいあるから、もし挟めたら挟んでいく感じでやるかもしれない。ただなんかあのなんだっけ、買おうと思ってちょっと調べたらめちゃくちゃ難しいって書いてあって、アウトブレイク、それあもし難易度があるならイージーでやった方がいいのか、ノーマルでいった方がいいのかだけ教えて。もしやるとしたらノーマルいける？私の腕で。なんかめちゃくちゃ難しいって書かれてて、そうなんか今それで今不安になってるから。プレステ2だよね確か、どっかで見つけたら買ってこようかな。ふう、さ英語のスタッフロールが流れておりますか。あ、カプコンさんの USA の会社だね。あでも今回はさ、本当にあの今までのキャラちょっとって感じだったね。多分あのクリスが一人出てきたぐらい。あとなんだっけ、あの途中でさ家の中にあった本があのリベレーションズ1に出てきたオブライエンだっけ、あの所長だった人だよね、辞めちゃって小説家になったって誰かが書いてくれた。あ、その人だ、思い出したと思って。なんかいろいろちょっとずつつながってたね。まあ、トレバーは出てきたし、これから8にどうやってつながっていくのか。もうでもクリスも結構今見た感じもういくつぐらいなんだろう、結構もう年だよね、50代とかになったのかな。なんか若干あのやっぱあの筋肉も落ちてたよね。細くなってた。あ、出てきた。うー、知ってるところあるかな。ゾイック。ふふん。ふふん。あ、劇団ひまわり。劇団ひまわりだけいつも。あれかな、また子役さんで出たのかな。いやー面白かったです、とっても。なんかこれだったら何周もできそうな感じだね。あのなんかあるんでしょ、また時間何時間内クリアとか。うん、時間があったらやろっかな。あ、個人的にね、アイテム回収とかも。ほほう、なんて書いてある。
あっという間だったな。結局今日何回目？3回目の収録で本編終わってしまった。もうすごい面白かったね語彙力がないからそれしか言えないけど、すごい新鮮な気持ちで遊べたよ。ありがとうございます、カプコンさん。またいつかやりたいね、バイオ。とりあえず、ま、アウトブレイクやるか、あ、家族。それか、リメイクの2の方が先に出たんだっけ？をいつかやろうかな、次バイオやるんだったら。その前に、ちょっとレトロゲームをやりたいか。あ、今のブーブーは何だった？携帯のバイブ？お、プレイ時間11時間9分ノーマル。リスタートは33回。うわあうわあ、どうして？ぴったりじゃないんだ。1枚余るようになってるんだね。1枚足りてない。どこだろう。ファイルも1個見逃してる。あ、それあれか、あそこだわ、あの最初のところだ。拾いに行ったね。あ、これが全然取れてないね。20個あったんだね。アイテムボックスを95回開け、回復アイテムを31個使用し。あ、セーブ回数ってなかったんだ。ほほう。アイテムボックス95回も開けた？あ、難易度。マドホース。マッドホース。馬？マッドサイエンティストのマッド？狂った馬？どういうこと？暴れ馬ということ？難易度暴れ馬ということ？アルバート。ほほう。本編のアイテムボックス。防御の極意。ほほう。あ、終わっちゃった。ふう、楽しかったぜ。じゃ、とりあえず一旦これで本編はクリアということで。じゃ、ここまで見てくださった皆様、ありがとうございました。すごい楽しかったです。結構取りだめになっちゃったけど、最初から最後まで結構楽しく遊べた、このゲームは。ふう、どうしようかな。今からじゃあ、ちょっと一休憩して、様子見てみようか。ちょっと待ってね。これかな、エクストラコーミコン、あ、コンテントコンテンツ、これ押してみていい？はい、今クリアしてきました。わ、いっぱいある。ベイカー邸から押収され公開されなかった4本のビデオテープ、そこには忘れ去られた過去の残劇が。これなんだっけ？何名？活名？国名？活名？に記録されていた。悪夢の一夜が明け、対バイオテロの英雄が降り立つ。クリス！あ、クリスでもまだ60歳とかそんなぐらいじゃないね。せいぜい50代、40代後半ぐらい。事件の黒幕を捉え、最悪の連鎖を断つために。あ、後日で、ここから数週間後、ジャックの兄ジョーに新たな脅威が迫る。待って、ジャックの兄ジョーは誰？やばい、ネタバレしちゃうか。敵の拳で全てを打ち砕き、一家の悲劇に終止符を打て。北斗の拳みたいの始まる。お、腹ペコジャックに急いで料理を運んであげよう。満腹にさせるまでタイムアタックするお気楽ミニゲーム。 E さんが死んで死んで死にまくる最高難易度の激ムズミニゲーム。心が折れる前に最深部の強敵を撃破できるか。ほほう。とりあえずじゃあこれからだね。ここら辺はちょっと遊ぶ感じでいいかな。よし、じゃあちょっと一休憩。あ、では見てくださった皆様ありがとうございました。じゃあ一旦ここで切
切ります。